はい、えー、皆さんこんにちは。えレクン専任講師の吉田です。えー、不登校第十二回、えー、始めます。今日の一足はこちら。はい、えー、読みます。地域権設定の登記の申請書には、地域権設定の目的及び範囲を記載し、地域権が省益地の全部または一部、えー、について設定されたことを示す地域権図面を添付しなければならない。 はい、ええー、丸川塚、ええ、正誤判断、どうぞ。はい、えー、答えはバツ。平成十六年、え第十六問の猪苗代です。地域圏図面とは。小基地に設定された、地域圏の範囲を明らかにする図面。 のことですけれどもその地域圏図面の提供が必要なのは地域圏設定の範囲が省域地の一部省域地の一部である場合のみであって省域地の全部である場合にはあえて添付情報でもって範囲を明らかにする必要もないということで不要でございます。はいえー、比較対象申請情報として 範囲を申請書に記載する必要があるのは地域権設定の範囲が省益地の一部の場合だけですかもう一度言います申請情報として範囲を申請書に記載する必要があるのは地域権設定の範囲が省益地の一部の場合だけですかはい、えー、そうではない、えー、ですね全部の場合も申請書に 範囲全部というふうに記載する必要があります。はい、もう一個お比較対象区分地条件区分地条件の場合はどうですか。はい、えー、申請情報として申請情報として範囲を申請書に記載する必要がありますけれども。 その範囲を称する図面を添付情報として提供する必要はないですね。はい、両者比較しつつ抑えると良いでしょう。以上、第十二回でした。